タイムロジカル漫談をしたいと思います。私はですね、旅をしておりまして、ずっと旅してたんです。パラドック現象がですね、ベーっとこう起こりましてね、ベーっとパラドック現象がベーっと起こるんですね。で、どういうことかというとですね、そのこういうふうにですね、円形を描くようにわーっとこう天に登っていく、円形を描くように地面に戻っていくという、まあ不思議な感じなんですね。まあ風というのはこういう現象のことを言いますけども、これはまあ竜巻現象と言いまして、バーッとなるんですけどね。で、時間のそのパラドックスというのはどういうことかというと、ロジカルというとどういうことかというとですね、このタイム現象がザーッとこう時計がありますよね。その時計がこう軸を回るようにして、こうザーッとこう上の方に天に動いていくって感じなんですね。で、軸を描くようにしてずわーっと地面にも登っていくという、まあそういうふうなことが、まあタイムロジカルな現象というんですけども、で、私はですね、宇宙旅してましてですね、宇宙にですね、無重力の時にはどうなるかというとですね、そのタイムロジカルがぐわーっとこうなりますとですね、こうブラックホールが、ブラックホールじゃん、宇宙のその物質がですね、ぶわーっとこう天にこう登っていくという、それで大気現象がバーッとできていくという感じなんですね。で、またこの時間のそのタイムロジカルなんかバーッと地面に行くとですね、地面の砂がバーッと土地ができていくってことなんですけどね。で、私はですね、不思議ですね。で、私はその時計をですね、まあ絵に描いたりとかしてるんですけども、で、まあ時計のその軸というのがありまして、そのちょうど中心の軸のところにですね、一本のその棒をですね、天にまでバッとこう掲げますとですね、そしたらですね、こう時計の盤がこう動いていく現象というのが出てきましてですね、で、パッと時間を見たらですね、時間が変わってるっていう、まあちょっと不思議な現象なんですけどね。で、その現象にこう考えた場合にですね、私はですね、ふと考えまして、宇宙現象というのはですね、そのタイムロジカルな現象のその先にあるのではないのかということで、まあ私は論文書きまして、それでバッと書いたんですけども、で、まあタイムロジカルなその現象が起こっていくっていうことなんですけどね。で、まあどういうことかというとですね、その、例えばですね、時間のところにですね、オブジェクトをこう置きましてですね、そのオブジェクトがふわーっとこう動いていくっていうのをふっと見ましたらですね、まあそれをですね、まあここにですね、絵を描いてる人が置いてたらですね、ずーっとこう描き続けているっていうので、こうタイムロジカルな現象がザーッと行くんですね。で、こっち側のその時計の軸にですね、まだそのオブジェクトを置きまして、そこで絵を描いていくというと、わーっと地面に行きましてですね、天と地とザーッとですね、つながっていくという感じなんですね。で、タイムロジカル現象っていうのは、まあ、それはまさにですね、まあ、タイムロジカルな現象なんですけどね。